光は今や文化人枠の女優。そのため、漫画家の清野徹氏との結婚が発表された際は、そこまで、仰天、という騒ぎにはならなかったという印象だ。彼女は遺体衛生保全士や調理師免許など多くの資格を持ち、英会話も達者。すべてにおいてレベルの高い女優。そんな研究熱心さからか、性の目覚めも早かった。小学校低学年の時に、父親の部屋にあったゴルゴ13の艶っぽいシーンを見て興奮したと言います。そこから一気に艶気づき、女を開花させていったという。中学時代に常人といったような年齢違いなあだ名がついたことからも、当時からの半端ではない大人っぽさがわかります。芸能関係者、性を見ることの喜びが見られることの喜びに転じたのは、20歳あたりから。当初、雑誌などで見せていた過激度は、好評ぶりからどんどんエスカレートし、ファンの下半身を握って離さなかった。その彼女の映像作品の中で一番のおすすめは、なんといっても主演第一作目の映画、私の奴隷になりなさい、12年、だろう。映画出演自体が初めてだっただけに演技の方はたどたどしいが、その分、なんともういういしさがいい。見どころは、大開脚した彼女を、イタオイツジが大人のおもちゃを使ってもてあそぶシーン。あの部分におもちゃをぐいっと突っ込むのですが、どう見てもちゃんと入れているように見えます。実際、後にイタオがそれを匂わす発言をバラエティ番組の中でしていることから、ひょっとすると本当に入っているのかも、映画マニア、結婚により艶っぽい仕事は減るかもしれないが、こんな話も聞こえてくる。丹光は筆が立つだけに、彼女がストーリーを書いた性の漫画が見られるかもしれません。その際は、丹光と被る人物の艶シーンが書かれることを期待してしまいますね。出版関係者、生々しすぎて見られないかも。映画ライター、若月雄二。